はい、それではブルートドライブを演奏してみたいと思います。ヘッドルームの、大きいアンプをドライブさせたかのような、クラシックな、歪みが特徴的だと思います。ブーストスイッチが、ついているので伴奏と、ソロ両方、音作りができるっていうのが、魅力だと思います。例えばリフとかをこれで弾いてブーストスイッチでソロの音色を作ります。ロビットがブーストされるのでシングルノートでも太い音が出るようになっています。ダイナミックレンジがとても広いので、ニュアンスを重視される方にも、とてもおすすめできると思います。